西の皆さんどうも、どうも。今日はですね、なんと超有名アングラー、いろんなね有名な魚を釣る方いらっしゃるんですけど、日本ナンバーワンの最強の釣りアングラーの方とちょっと電話対談することになりまして、ちょっと感動の神回になってくると思うんですけど、寝てるかな、カホちゃん、カホ語のカホちゃん。今からね、日本で一番有名な最強の釣りアングラーと電話するよ。はあ、楽しみだね。じゃあちょっと電話してみるわ。ちょっと猫見ながら、ちょっと携帯で出てくれるかな。出てくれるかな。あ、もしもし。もしもし。はじめまして。もしかしてライブ？高橋と言いますけども、はい。ライブ中です。はい、ライブ中なんですか？ちょっと今、5分10分か時間いただけないでしょうか。あ、大丈夫だよ。聞こえる？あ、聞こえます。はい。すごい、始めたんだね。ちょっと音が悪いんですけど、もしもし？今ね、車でハンズフリーなんだけど。あ、はいはいはい。あ、いいですよ。魚釣りのこと、ちょっと日本で一番釣りがうまいっていう聞いたんで、電話させてもらったんですけど。なんか、えらい、なんでそんな丁寧な喋りなの？いやいや、ライブ中なんで、はい。はい。日本で一番魚釣りがうまいお方と対談するっていうコーナーなんですけど。でも今、あれだよ、バッツリ2日で、2回連チャンでボール。ちょっと申し訳、お名前は伺っていいですか？毛ガニおじさんです。ちょっと申し訳ないんですけど、車止めていただいて、ハンズフリーやめていただけると音声が綺麗なんですけど。ちょっとハンズフリーやめて、音が悪いですね、少し。あ、じゃあね、ちょっと待ってね、もう今コンビニに着くから、ちょっと待ってよ。ちょっといいですか？あれ、夜じゃなかったんだ、このライブは。いや、ちょっと最強釣りアングラーで坂本シャットあるじゃないですか、毛ガニおじさんがやってる、あれの動かし方とかも聞きたいなと思って、日本中の子供たち聞いてるんで今、動画見ていろいろ参考にしてやってるわけだよ。なるほどなるほど。あれやっぱでもすごいね、坂本シャットの動かし方は。俺もびっくりした。脳神経だけどね、これでやってるの。いや、まあ釣っちゃうからね、毛ガニおじさんは。50アップも琵琶湖で去年も釣ったし、いざとなったら釣っちゃうんだけどね。まあただね、釣れない理由は、この東海地方って絶対厳しいじゃんね、他のフィールドに比べて。それがの範囲だと思うよ。腕というよりも魚がいないよね。あ、いないから釣れないと。バスの個体数が少なくて、だから釣ることは難しいってことですか、東海地方ではね。あ、今ね、コンビニ着いたね。あ、いいですか。どうですか、聞こえますか？あ、音良くなりましたよ。あ、そうですか、はい。やっぱりちょっと疑惑があって、毛ガニおじさんが、実は釣りがそんなに興味ないんじゃないかっていう噂を聞きまして。どういう噂を？視聴者の人がチヤホヤされたいから動画投稿されてるのかなって。それは何なんて答えたらいいのかな。いや、そこは本音で答えていただければ。本音で、特に釣り、いろんな釣りがあるけど、はい、バス釣りに関してはまあまあチヤホヤされるよね。いや、そんなことなくて、海釣りの方が人が多いんだけど、私がもともとバス釣りばっかやってたから、うちから視聴者が流れたのでバス釣りファンが多いというだけの話で、相対的には海釣りの方が人気ですけど。毛ガニおじさんもともとあれだよ、海
が結構多かったよ、はい、でも20代30代の頃は。ということは、気軽におじさん、釣りは本当はどうでもよくて、そのコメントでやっぱりシヤホヤされたいっていう、僕と一緒の考えですか？いや、どうでもよくはないよ。釣りはね、うん、小学校の時からやってるから嫌いじゃないよ、うん、好きだよ。あ、そっか。僕はね、気軽におじさん、はっきりここだけ言っときますけどね、うん、釣りはあんま好きじゃなくて、みんながチヤホヤしてるから釣り行ってるだけなんですね。それは何、俺に押し付けようとしたら。いや、そんなことないですけど、大先輩に向かってそんな失礼なこと私言わないですけど、まあ、あくまで私はそうだという、チヤホヤされたい、釣りガールなんですよ、だから僕は。うん。あ、釣りガールって、若くて可愛かったら絶対チヤホヤされるじゃんね。そう、だから自分もそれ狙って YouTube 始めてるんで。でも男だからそんな女じゃないじゃんね。だから人気ないんじゃん。これがうん、20代でピチピチでスタイルも良くて、ちょっとめちゃくちゃ一気に増えるでしょ、うん、そうなんだよ。だからそういう下世話な視聴者に説教もしたいっていうこともあるんですよ、僕は。ああ、まあ確かになんかちょっと下心丸、うん、見え見えだもんね。そう、そういう偽物のアングラーにちょっと納得できねえなっていうか。ああ、うん、ねえ、おじさんだってね、釣りは好きなんだしね。だって気軽におじさん聞いてよ、俺四国までわざわざ車飛ばして行ってさ、うん、朝から晩まで12時間船で必死になって釣ってさ、怒鳴り声上げながら海釣り、ブラックバスだよ、四国で。あ、ブラックバス、うん、それで再生回数3000回だぜ。え、1日やってそれでお前ポットでのお前釣りガールがお前動画10本上げたらもうすぐ5万再生とか3万再生やで、ポットで。でもポットでっていうのは、最近まだ始めて間がない人でもちょっと可愛らしい女の子だと大人気やで、うん、そらやっぱり女には勝てんやろ。 こっち6年やっとるのに、そんな最近出てきて3万回やで、俺3000回、10倍人気あるやんで俺より。 それは何、おかしいでしょ。いや、気持ち焼いてる感じだ。そういうことだよ、おかしいでしょ。こっちは6年12時間がっつり釣りして腕ちぎれるまでガチガチでやって3000回で。普通で考えたらおかしいよね。やろう。で、ちょっと出た女の子がお前ちょっとやったらすぐお前人気になっちゃうんだから、こっちの6年返せって話だよな、時間を。だから同じ、例えば下手でも可愛かったら許されるってことでしょ。可愛い子がお前やっとったらお前人気やろ今。そう、もういろんな、じゃあもう女の子なんかチヤホヤされるわね、そんな釣りなんかやったらね。そうなんだ。どういうこと、おじさんは結局おじさんなんだよ。おじさん需要がねえんだよ、お前とか俺とか。どんな需要って、需要ないよ、ないよね。需要ないから腹立ってんだよ。で、何？メリットないもんね、デメリットしかないもん、ね。そう、何のメリットもないで、釣りは平ボーイはな、口だけ達者で俺なんか世界最強とか言ってお前、口は達者で中身はない。お金もかけて見る側が需要がねえから見慣れないんだよ。もう腹立ってんだよこっちも。ふざけるなって。ああ今もうやけくそになっとるね。やけくそだよ本当に。だから気がにおじさん、ね、もう一緒で坂本シャットで、もう興味ねえのに坂本シャットとかでどこで覚えてきたんか知らんけど、釣れもせんのに。いや、琵琶湖でさ、結構釣ったやつを見てさ、ちょっと俺もビッグベイトって基本あんまり使う、ね、使ったことないけど、あれちょっとやってみようかなと思ってさ、坂本シャットな。で、うん、坂本シャット、まあ結局ワームだからさ、うん、何個か入ってるじゃん、うん、だからロストしても代わりはあるじゃんね、坂本シャット、うん、ああいうワームだから、うん、それだから本当の単発で買ったら高いじゃんね、3000、4000とか5000とか、うんうん、あ、そんなするの、うん、そんなロストしたらもうなんかアホらしいじゃんね、うんうんうん、だからああいうワーム系のビッグベイトってちょっと釣れへんかなと思ってさ。あ、そうか、そりゃ釣れんかったな。あとでも2つの五三と長良川でちょっとそこでかけるつもりでね、うん、やっとんだけどね。ていうか、あなたの五三とか大江とかイルカ駅の兆候もうサムネ見た瞬間坊主なんだろうなってすぐ分かるんだけど。あ、サムネじゃない、魚。いやいや、魚体がないから。いや、あなたの釣り動画坊主率が高すぎてまたどうせ坊主なんだろうなって。これね、結局東海地方でねやってるからね、うん、坊主が高いね。いや、どっちみちあなたこの間のイルカ池も3時間しかやってないんでしょ。まあ正確には4時間近かった。いや、それ行って帰っての時間も入れてない、4時間に。いや、兆候。あ、現場に4時間は投げたんや。
いや頑張った、まあ、ちょっと時間ちょっと持っちゃったけど実質2時間ぐらい撮影してカメラの前であやこや言ってみんなからチヤホヤされたいっていうな頑張りましたみっともねえよ本当に投げ倒しましたおいでコメントでが今回も急におじさん惜しかったですねみたいなああいうコメントで喜んだやろいやイルカ池はね本当厳しいんだってまあみんな知っとる人は絶対知っとるけどいやただこの2月でも釣っとる人おるで動画でなんか誰か釣ってなかったっけ何多分だからこの時期でもイルカ池で釣っとる人は釣っとんだよがっつりやれやいるそれってでもあれでしょ去年の動画とかじゃないのいやだから動画で2月のこの寒い時期でも釣っとるよねイルカ池ででかいのでかいやつプロの人だったと思うかな50アップとかバンバン釣っとるでだからへやっぱりイルカ池だったらさおかっぱり不利なんちゃうやっぱボートで徹底的に深いラインとかさいろんなの攻めないといやボートでもね俺ねもう坊主連発だったあれ昔ああそうか厳しいのかあそこだからねあの、うん、特に誤算とかや OA よりもね、うん、ブラックバスと巨体個体が少ないと思う、うん、ああでだってやっぱり釣れんよね、うん、難しいかで結構、まあ、その前食ったらでかいよ、うん、あの視聴者の人はキャニオンさんのこと心配しとったねなんていや釣ってほしいなって最近坊主が多いからなんとかして釣ってほしいっつって心配しとる人が結構来てるようちにまあ旬の魚ね、うん、例えば、うん、今だったら根魚とかシーバスとかだったら坊主はないと思うんだって、うん、うん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 ね旬の魚だったら大体坊主はないじゃんねうんだけど今の時期のブラックバスってこれも言い訳に聞こえるかもしれんけどさ今の時期のブラックバスってベストシーズンではないじゃんね難しいよね2月は俺も坊主だったビアゴ行って坊主なんか確率高いじゃん、うんそう、うんともすんとも言わんかったビアゴ投げたらあ最近行ってきただから昼ぐらいから釣りしてもう、うん、チャガーキ TV とかカメリンとかマルとかと行ってもうみんな見たでみんな帰った後俺一人だけ残って夜9時ぐらいまで一人で真っ暗闇やったんだよクーッつってそう何にも釣れんかったからもう発狂して帰ってきたよあカメラ回さずにもういやだからそうもう釣れたらカメラ回そうと思ってやったけど何にも釣れんかった暗闇の中でお前奥琵琶湖奥琵琶湖の方ででも50アップが跳ねた見たからさおったはおったんよでも暗いから跳ねたかどうかは魚いや昼間バシャーって跳ねたのが多分50ぐらいのがおったよボイルしたってことボイルしたジャンプしただからおるのはおるんだけどまあ難しいわなリアコでも難しいんだ、ね、やっぱ今もそう俺もその粘ったのはさ視聴者がチヤホヤしてくれるかなっていうその一心で粘ったわけよでそれを何俺にも押し付けようとしたんでしょ今いやいやあなたに別に押し付けないけど俺も視聴者がチヤホヤしてくれるんじゃないかと思ってなここで釣ったらすごいみたいな、まあ、それだけ期待しとったんでああなるほどなるほど、うん、最後にドラマが待ってるかなと思ったけどさあでも何にも釣れずにまあええやと思って結局、全員坊主だったの全員坊主うわきついねきついなやっぱり俺たちチヤホヤされたい系釣り師はちょっとあかんなあまあでもやっぱり、うん、チヤホヤされるってのは気分がいいね あと毛ガニおじさんなんかこの間大江川か誤算で声かけられたらしいじゃないですかすごい大ファンの人とかにあの話してくださいよ、声かけられたよ釣りしとったのどういうことですかそれだってファンの人ケガニおじさんのファンが多分ファンだと思うよああああああ釣りしてたら車がスーッと近寄ってきてさ、うん、すいませんって思って、うん、振り向いたら、うん、あやっぱりケガニおじさんですよねあ、はい。あ、ちょっと嬉しくなったところで。やっぱりそうですね。ファンやったんや、完全な。うん。まあ知ってるってことは、まあ、ファンだよね、もう、はっきり言ったら。で、握手してくださいと。まあ、コロナ禍だもんで、握手はちょっと落ちた。あ、じゃあ、げんこつでって感じでね。グータッチみたいな感じで、ね。へー、人気あるね、やっぱ、ケガニおじさんも、そうやってファンの人が声かけられて。で、サインくださいって言うもんで、どこに行ったら、T シャツにサインしてね。わあ、いいね。ああ、向こうがボールペン持っとったもんでさ。
もうおちおち落ちて釣りもできんね、ファンに囲まれちゃって。もうこそこそ釣りしなかんよね、もう今なあ。釣り具合行っても視線感じるでしょ最近、いろんな人ジロジロ見てきて。いや店員さんも気づいとるからさ。もう秋ガニおじさん来たあれてな秋ガニおじさん来たって感じだよ。もう最強釣アングラーだからな、もう今や。だって撮影ではだいたいメガネしとるじゃん俺。うんうんうん、伊達メガネとサングラス、うん、普段俺そんなメガネなんかしてないからね、うんうん、結局変装してるんだよね、まあ、あれは一種のメガネでな。そうそう、普段やっぱり伊達メガネしてるとしてないじゃんだいぶ違うと思う。印象が違うもんね、うん、そうそうそう、だから釣り具店行くときはだいたいメガネはしてないんだって。ああ、メガネしたらもう声かけられちゃうもんな、いろんな人から。おお、だってメガネ、うん、そういうメガネはめてドッキリみたいな感じでやったらどうなるかな。いやいや、店員さん喜んじゃうって。ちょっと一緒にじゃあさ、上州屋とか行ってサイン書いたろかって行かへん、一緒に。タックルベリーとかさ。タックルそう。お二人で俺と。いやいや、だから店員さん知っとる絶対。行ってさ、紙持ってってさ、サイン書きましょうかみたいな喜んでくれるで。ああ、そうだろう、ね。あの秘密の飲み屋みたいに、俺たちのサインを飾ってくれるで。あれ結局剥がされた。嘘、俺とお前のサインを貼ったの剥がされた。2年ぐらいは貼ったんだけど。ああ、意味がないと。もう意味ないと思って貼ったんだ。ご利益ないみたいな感じ。ああ、高橋漁神で、なあ、ケガニおじさんのサイン入りブロマイドが。とんでもないな。とんでもないな、それ。ひどいわね、剥がされちゃった。剥がされちゃって人気ねえってことだから、もう。そうだわ。プロ野球選手とかだったらどうせ貼っとくんやろ。それは有名しない人やったら。相撲取りとかね、相撲取りとか、関取とか、野球選手って人気あるじゃんね。うん、俺は人気ねえな。いやいやいや、これからでしょう。そうか、そうか。まあ、シケガニおじさんもね、最強釣りアングラーで、これ動画になるんで、みんなに。そういや、うん、あれでしょ、誕生日でしょ。いや、だから今日の夜から生誕祭だよ、俺の。え？生誕祭。ホストとかやるやん。誕生日って稼ぎ時だから。誕生日会で今日誕生日なんで、みたいな、グラスワイン入れてくれとか、酒入れてくれみたいな話だから。はあはあ、1年に1回しかないから今日やる7時から。生誕祭を。7時からやるんだ。うん、できれば9時ぐらいゲスト出てよ。電話するから。で、おめでとうで。何シャンパンとか買ってくるの自分が。いや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 、スパチャ祭りだよ。あ、部屋でなんか喋っとるだけって感じで。いやだからスパチャ祭り期待してライブすんねん今日。仕事やで。スパチャってわかるか。スパチャって元気聞いたことあるわな。いやだからこうライブしとるとたまに1万円振り込んでくれたり5000円振り込んだり、そのどう。あ、はいはい。そうそう、で今日1年に1回の誕生日2月28日の俺今まで誕生日秘密にしとったやん、うん、でもやっぱり生誕祭誕生会はやっぱりやってさ、ホストみたいなもんだから俺も。ホストそうだよ、ホストだよ。だからお前誕生日会、お前お客さんいっぱい集めてお前盛大に盛り上げたってくれっつってシャンパンおろしてお前1000万ぐらい稼がないからね今日、うん、何そうなんで何1万円振り込むしおるの。いやまあしょっちゅうやでね、うん、この間も振り込んでくれて1万円、うん、ほん本当に振り込んでくれたよ、うん、俺も若い頃ホストでバイトしたことあるよ。嘘、お前が。何そのお前がって。こっちはあるけど、こっちは、うん、どうやったん。ロイヤルホストっていうファミレス。ああ、ロイヤルホストか。面白くなかったね今のね。うん、まあちょっと外したけど。お前ラボホテルでもバイトとかしとったんやろ昔。まあ昔ね、うん、まあお互い底辺だからな。俺もタクシーとか警備員とかだからな、もともと。ああ、やっとったんだ。うわ、取ったよ、つい最近まで。旗振っとったんだ。旗振っとって、お前、35歳の時にお前、どっかの社長に、あなたは底辺だっていきなり言われたからさ。で、何のことですかっつって、うん。で、家帰ってググってみたら、お前、タクシー運転手は社会の底辺職だった、お前。職業ピラミッドって知っとる。ああ。あれで、底辺だ、底辺なんだって、俺。だけどそんなこと人に向かって言うやつって常識ないよね。まあどっかの中小零細の社長でこんな仕事しとったらあかんでうちに来いよみたいなさ。でも社長だったらそういう言葉遣いも勉強した方がいい、ね、まあ中小零細そんなもんだよ、うん、まあお互い元底辺として な、 あんたも底辺だね。な、いやいや、仲間に底辺の仲間いやいや、お前は底辺でしょ。だって
出たお前は。いやいや、だってあのこうラブホテルの掃除とかお前も警備員も雇ったやろ。じゃあフロント雇ったって。フロント、ああフラント、ああそうかそうか。もうそ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 う、だから俺もさ、ほんと35歳の時に初めて気づいたんだ、俺って底辺だったんだと思って。まあでもね、うん、這い上がればいいからね。だからもう今 YouTube でお互い這い上がって今のし上がったじゃん。あなたも最強アングラーになったしさ、人気でもうファンもできちゃったじゃん。俺もファンおるで。まあ声かけれるってことは昔はないからね。だからもう底辺脱出したんだよ、その一番末端から。ちょっとしたもんやで、まあ、お前もそんなファンが。ああ、高橋君だってもうあれじゃん、人気あるでいいじゃん。も俺も結構なもんやで、俺の人気も生誕祭今日期待しとるわ、ほんと誕生日会もうだから誕生日おめでとうって朝起きたら知ってた。いやいや、見て嬉しかった、ありがとうありがとう。ああ、俺がよう覚えとったもんでしょ。おーだな。 お前誕生日いつなの。6月1日。うわ、6月1日はライブしてさ、誕生生誕祭やれや、自分のチャンネルでみんな祝ってくれるからそれはええわ、それはええわ。なんでよ。え、なんでよ。いい、恥ずかしがり屋でいいよ。いや、俺もこんなみんなからバカにされながらお前誕生日会とかやるんやで、47歳でお前47歳だ。47歳で生誕祭とかおかしいだろお前何の需要があったんだよ。おめでとうとは言わん年だよ俺。まあまあな、ただ人生一回だから、まあ言ってもらって、あの今日も喜ぼうかなと思って。ああ、いいじゃんいいじゃん、うん、まあでも誕生日おめでとう。ありがとうありがとう。じゃあ頑張ってよ。わかりました。じゃあケガニュースさん、また今日夜電話するかもしんないんで出てください。9時ぐらいがいい。ああ、そうだね、はい、9時ぐらいに。じゃあ誕生日会ちょっと、はい、あの電話しますんで。ありがとう。はい、おやすみ。はい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 。ということで、ケガニおじさん出てくれましたね、うん、まあ何だったんだろうね今の動画、この動画ねまたお会いしましょう。